はい、えー。皆さん、こんにちは。IP パビリオンアドバイザーの北島です、えー。この動画ではですね、IP パビリオンのモニタリング概要についてご紹介をいただきます。えー、ご紹介いただくのはですね、モニタリングチームのリーダーを務めていらっしゃいます、水谷さんです。それでは、水谷さん、よろしくお願いします。 はい。改めまして、えー、モニタリングチームリーダーをさせていただいております。サビックスジャパン水谷と申します。よろしくお願いします。私からはですね、えーと、今年の IP パビリオンで、えー、モニタリングチームがどのようなことをお見せしているかというところについて、えー、ご説明していきたいと思います。 インタビュー DX×IP パピリオンのコンセプトはですね、メディアオーバー IP によって進化する未来を描いた4つの企画コンセプトのもとですね、展示をさせていただいているんですけれども、それに従ってモニタリングでも進化する未来のメディアオーバー IP 環境における監視について体験提案をさせていただくような展示をさせていただいております。 今年の IP パビリオンでは昨年よりも増えた7つのカテゴリーの監視を実施、展示しております。簡単にご紹介させていただきますと、まず統合監視なんですけれども、こちらはシステム全体の監視を行っております。また、PTP 監視、こちらは時刻の同期状態をリアルタイムで監視するというような監視になります。 ストリーム監視なんですけれども、こちらは IP フローを監視して、パケットのジッターとかレイテンシンとかをリアルタイムで監視するというような監視になっております。テレメトリー監視なんですけれども、こちらはメディアスイッチからすごい短い間隔でデータを収集してリアルタイムで監視、可視化するというような監視になっております。パケットキャプチャー、こちらはですね、特定の伝送ポイントでパケットをミラーリングして、 キャプチャーして、それを可視化するというような監視になります。GPS セキュリティなんですけれども、こちらの PTP 監視と同様に、まあ、時刻動機に関する監視になるんですが、監視するものとして、時刻動機を行う GPS 信号自体の状態を監視するような監視になっております。最後、アクティブモニタリング。こちらはですね、スイッチにセンサーを設置して、そのセンサー間で実際に伝送を行うことで、 その行った結果を監視するという監視になっております。今年はこの7つのカテゴリーの展示を行う予定になっております。で、それぞれの監視を行っている製品、ソフトウェア、サービス、こちらになっております。今年 IP パビリオンのブースに来ていただいた場合、どこでどういった監視が見れるのかということなんですけれども、今年の IP パビリオン、企画によって展示エリアが分かれておりまして、 さらに各企画を支えている共通基盤の MOC というのも用意されておりまして、合計5つのエリアで監視というのをご覧いただくことができるようになっております。まず共通基盤の MOC、メディアオペレーションセンターでは統合監視、テレメトリー監視、GPS セキュリティ監視をご覧いただくことができます。続いて企画1のメディアオーバー IP の基礎技術展示。こちらでは統合監視、テレメトリー監視、 ptp 監視、そしてパケットキャプチャー監視。こちら4つの監視をご覧いただくことができるようになっております。続いて、企画2のテレビ北海道メディアオーバー IP 設備のリモート体験というところでは、3つですね、統合監視、アクティブモニタリング、ptp 監視を展示しております。企画3のメディアオーバー IP における障害及び復旧の体験。こちらでは統合監視とストリーム監視。 こちらの二つを展示しております。四つ目の、えー、コンテンツ制作の DX を実現する5年後の世界。こちらでは、えー、オンプレ環境とクラウド環境を一元的に統合監視を展示させていただく予定になっております。というところで、えー、見ていただく場所は、えー、今ご説明したんですけれども、今年の、えー、IP パビリオンのモニタリングの見どころ、えー、いくつかご紹介させていただきたいと思います。 まず一つ目、先ほどもちらっとご紹介したんですけれども、今年は企画読んでですね、AWS の環境、クラウド環境というのも提供されております。幕張のオンプレ環境とクラウド環境を合わせて一元的に統合監視しているというのがまず一つ見どころになります。 さらに、時刻同期の監視についても、これまで PTP パケットを監視して、同期制度を監視していたんですけれども、それに加えてですね、今年は同期元の GPS 信号自体の監視も実施しておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。で3つ目がですね、え企画さんの、えっと、障害及び復旧の体験のエリアでは、実際に疑似障害を発生させたりですとか、 あとはネットワークスイッチのリプレイスのデモ、実演というのも行う予定になっています。これまでの IP パビリオンではインタビュー回帰中にわざと障害を発生させるとかですね、そういったことをこうやってきていなかったんですけれども、今年初めて実際に疑似障害を発生させる展示を行いますので、監視でも実際に障害をこう検知するところとか、そういった画面を今年はご覧いただくことができますので、ぜひ実際に障害が起きた時に監視としてどういうふうに見えるのか。 そういったところも見ていただければと思います。4つ目なんですけれども、今年はですね、テレメトリー監視をより実際の運用をイメージしてもらいやすいような展示ができるように、ネットワーク構成を検討する段階からですね、テレメトリー監視でこう見せたいので、こういう構成にしてほしいという要望を伝えて、ネットワーク構成を決めてもらっています。 ですので、あの、テレメトリー監視の画面もですね、去年よりもさらにイメージしやすい形での展示ができておりますので、ぜひ、こちらも見に来ていただければと思います。5つ目の双方向アクティブ測定プロトコルによる高精度な測定監視なんですけれども、こちらがですね、今年から新しく製品が提供されたアクティブモニタリングになります。こちらは、えっ、ー、と、幕張と北海道のそれぞれの拠点にセンサーを設置して、幕張と北海道間の 伝送について、高精度な測定を行っておりますので、こちらもどのような監視状態になっているかというのを見に来ていただけると面白いんじゃないかなと思います。最後、パケットレベルでの解析可視化なんですけれども、こちら IP パビリオン内の伝送ポイントにキャプチャ装置させていただいて、 実際に IP パビリオンの中を流れているパケットをすべてキャプチャーしてそれを可視化するというようなことをやっております。パケットレベルではどこまで情報が見れるのかですね。こちらもぜひ見ていただけると面白いんじゃないかなと思います。以上となります。はい、ありがとうございます。昨年に比べるとかなりいろんな具体的なものを可視化できているたり、情報を取ってきているということで、監視、可視化についても 見どころがたくさんあるなというふうにお聞きしました。どうもありがとうございます。監視のところなんですけども、SDA から IP に変わった際に、監視の視点から見て考え方が変わるっていうのはどういう点になるんでしょうかはい。えっ、ー、と、付録として用意させていただいていたんですけれども、えっ、ー、と、監視の観点から見ますと、いくつかあのポイントがあるんですけれども、 まず、あの、SDI ルーターからネットワークスイッチに変更されるというところで、ネットワークスイッチ、ハイスピードのインターフェースで、えー、複数の映像音声とかが流れますので、インターフェースが正しく稼働しているか、正しく疎通できているかと、状況の確認というのがまず一つ重要なポイントになります。また、あの、SDI ルーターの場合、同軸ケーブルで接続すれば、まあ、映像が流れると。 ということだったんですけれども、IP に変わりますと、論理接続に変わりますので、実際、ネットワークスイッチにどのようなストリームが流れているかという状況をしっかりと把握するというのもあの 必要になってくるというのがございます。また、今までは周波数同期だったんですけれども、IP に変わることで PTP を使った絶対時刻同期に変わります。ですので、PTP の同期状態の監視でしたり、あとはまあ同期している元の信号が正しいのかとかいったところの状態の監視というのも必要になってくると考えております。 最後ですね、今までは1対1の接続で、まあ、音声、信号を流れしていたんですけれども、それが1対1の接続に変わりますので、まあ、接続されている機器を一元的に監視することができるようになるというのも、一つ多くの変化になるのではないかなと思っております。はい。ありがとうございます。SDI とはちょっと違う観点を持って IP は監視をしていかないといけないということですね。 はい。そうですね。あとですね、お話の中よりました、企画さんではトラブルをあえて起こすということなんですけれども、まあトラブルを起こした時に、どういうふうに見えるのか、可視化がされているのかっていうご予定があったら教えていただけないでしょうか。はい。企画さんでストリームオプ監視を行う EOM コアという製品ではですね、疑似障害が発生した場合でしたり、あとはそのスイッチのリプレイスを行った場合、 内部的な通信としてどのような状態になっているかというのを、ポートごとの流量とか、フロー種別とか、そういったものをゲージで表示したりですとか、さらにあとは詳細情報、詳細な流れているストリームの情報ですね。こちらをあの実際に見ていただけるような画面を展示させていただく予定になっております。なるほど。こうやはりこうネットワークはなかなか何が流れているかわからないっていうのを、 かなり詳細に可視化できるものが、えーとはい、展示されているということですね。そうですね。監視の観点から実際に中で何が起きているのかというのをあのご覧いただく予定になっております。はい、ありがとうございます。学さんも楽しみだなというふうに、えー、お聞きして思いました。では、水谷さん、最後に動画をご覧になっている皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、今年監視もですね、各企画ごとに 見せ方を工夫して取り組んでおります。監視の製品も増えてますので、ぜひ会場に運んでいただいて、実際の画面見ていただければと思いますので、皆様お待ちしております。はい。この動画でですね、モニタリングの概要について教えていただきました。水谷さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。